皆さんこんにちは、山田俊明です。今からですね、3月28日土曜日に開通したばかりの都市高速のアイランドシティ線、乗ってみたいと思います。めちゃくちゃ便利になりそうです。走ってないで、ガラガラです。で、ここが柏浜に合流する急カーブなんですよね。柏、イオン柏があって、
ということで、ちょっと体験、初体験してみましたが、めちゃくちゃいいですね。早い。で、福岡市中心部、もっと言うと他のところから海の中道方面に行くのにもこれめちゃくちゃ早くなりますんだね。今まではその柏浜で降りてイオンの周辺通らなきゃいけなかったんで、これはありですね。